おやすみシュンと日本語みなさんこんばんは日本語教師のシュンですみなさん今日はどんな一日でしたかみなさんの週末はどうでしたかいやあの 最近は怖いニュースがたくさんありますよね最近、日本の九州の宮城県で大きい地震がありましたねこの地震は日本で今予想されている 大きい地震と関係があるみたいですこの地震は「南海トラフ地震と呼ばれていますこの地震は100年から150年の間に1回起きていますそして この宮城の地震のせいでこの1週間に地震が起きるかもしれないと言われています怖いですよねはいえー、まあ日本に住んでいる人はみんな少しパニックになったと思います 大きい地震や津波が来たら避難しなければいけません避難所に行かなければいけません避難所は大抵小学校や中学校や高校です 大きい公園にも避難できるかもしれませんが津波の時は公園に避難をしてはいけません本当に大きい地震が来たらまあ怖いですけどその後の津波はもっと怖いですよね。 南海トラフ地震が来たら本当にたくさんの人が亡くなってしまうと思います本当に怖いですねだから今から準備をしておいた方がいいですよね日本に住んでいる人は 水やライトカップラーメンや缶の食べ物などを買っておいたほうがいいかもしれませんね、うん、まあ本当にこの1週間に地震が来るかどうかは誰にもわかりません。 もちろん来てほしくないですでも大きい地震が来たときはみんなで生きなければいけません多分、これは今まで経験したことがないレベルの地震だと思います もちろん準備をすることも大切ですけど心配しすぎるのもよくないと思いますまあ準備をしてあとは誰にもわかりませんから普通の生活をした方がいいですよね 私もスーパーに水を買いに行きましたでも多分みんなスーパーに水を買いに来て全然水がなかったので買えませんでしたうんなんかちょっとコロナの時を思い出しました。 コロナの時もスーパーでトイレットペーパーがなくなっていましたねはいまあ日本は災害の国です台風や噴火洪水地震津波などたくさんの 自然災害がありますこの災害の時はいつも助け合って生きてきました災害が起きたらパニックにならないで助け合って生きなければいけません日本に住んでいる 外国人の人も怖いと思います今大きい地震が来たら何をしなければいけないかどこに行かなければいけないか津波が来たらまず何をしなきゃいけないかを 確認してくださいできるだけたくさんの人が生きられるように準備をしてそしていつも通りに生活しましょうはいえー、まあ今日はねその南海トラフ地震について話しました。 はいまあ、今日はたくさんね地震についての新しい単語がありますね災害の時に日本でよく使うかもしれませんから是非今から一緒に復習をしましょうじゃあ皆さん今日もゆっくり休んでくださいまたねおやすみ Words and phrases 地震、earthquake 予想する、to、anticipate 関係、relationship。呼ぶ、to call。起きる、happen。避難する、 To evacuate. 避難所、refugee. 小学校、elementary school. 中学校、middle school. 高校、ハなくなる、to pass away. 準備する、to prepare。生きる、to live。思い出す、to remember。災害、disaster。噴火、e r u p t i o n 洪水、flooding。 助け合う to help each other いつも通り same as usual 確認する to check Thank you so much for listening. If you like this channel, please be sure to subscribe before you fall asleep so you will not miss my new episodes. If you would like to listen and practice I have a transcript on my Patreon page. The link is in the description. There you'll be able to find the transcript for my other podcast, Japanese with Shun as well. Thank you so much for your support and have a great night. Bless me.